ディアーパーク駅とは、ロングアイランド鉄道の本線の駅である。これは公式には、ニューヨーク州、ディアーパーク付近のパインエアドライブ、エグゼクティブアベニュー、ロングアイランドアベニューにある。実際の場所は、ニューヨーク州ウェストブレントウッドである。ディアーパーク駅は以前は、同線のロンコンコマ駅、セントラルアイスリップ駅、ブレントウッド駅、ディアーパーク駅、 ワイアン団地駅での大規模な再建事業の一環として移転されるまで、ニューヨーク州道231号線をまたぐ橋にあった。当初の駅は1842年に建設され、ついで1884年に再建され、その後1936年にディアパークアベニューをまたぐ橋のために再度行われた。1987年に建設された駅は、 フィルグリム州立精神医療センター付近の旧パインエア駅の近くに建設され、両駅の代替として利用された。また、当初はブレントウッド駅を置き換えることも計画されていたが、ブレントウッドからの市民の反発運動がその計画を挫折させた。その結果として一部の人々がそれを与えられた名前ではなくパインエア駅と呼ぶ。その再建過程の中で、 かつての一車線の橋は閉鎖された。パイエア駅とはかつてに、ニューヨーク州ウェイストブレントウッドあった、ロングアイランド鉄道のロンコンコマシ線の駅である。It was located, east of the pilgrim state hospital s l a n t カレントリーコンバインドディアーパーク、ピネアイレコンプレックス。実際にはそれは、サグティコスステートパークウェイの東側。 パインウェアドライブとマナタックブルバードの交差点の向かい側にあった。ザ・ステーションファーストオープンドアラウンド1915、ニア・ザ・ホーマートンプソン、S ・ステーションアクロス・フロム、A フレート・スパー、1986年10月頃、その2駅が1つに統合された際に、最終的に閉鎖された。旧ピルグリム州立病院駅は、ウェストブレントウッドのピルグリム州立。 精神医療センターの中の支線の終端にある。その駅は20世紀初頭に開業し1978年に閉鎖された。その駅の移行は G ロードがサグティコスステートパークウェイのアンダーパスの南西の角でサフォーク群島106号線となる場所で見られる。現在のディアーパーク駅が建設される一世紀近く、前、エッジウッド駅というもう一つのエラハーの駅が キューアーパーク駅とパインエア駅の間に建設された。その駅は1892年にディベロッパーよってグラントアベニューに建設された2階建ての木造の停車場であったが、当初は信号場として存在するのみであった。1911年6月までにサービスビギャンツーディクライン、1914年に閉鎖された。地域住民はその駅を廃木材として利用した。 1940年代までにそれは、エッジウッド州立病院への支線の敷地となった。その支線は、現在のディアーパーク駅のすぐ西で始まり、グラントアベニューの西側と並行するように走った。その病院は1971年に閉鎖され、1988年に取り壊された。現在のディアーパーク駅は、エグゼクティブブルバードの西側にあるが、 エッジウッド駅があった場所は、グランドアベニューの東側であり、現在ではミニチュアゴルフ場となっている。この駅は、高床の短式ホームを2面有し、どちらも有効庁は12両である。1番線と隣接する北側のプラットホームは通常、西行き、またはニューヨーク行き列車が使用する。2番線と隣接する南側のプラットホームは、通常東行き列車が使用する。 本線はここでは2線である。ありがとうございます。